久保です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今回ですね、どうしてもお知らせしたいことがあってこの動画を撮らせていただいております。というのが、私ずっとですね、この1ヶ月ぐらい、勝山さんという方のですね、動画を毎日見てるんですよね。それはもともと N 国党の立花隆さんに興味を持ってみたところ、この勝山さんの動画も、関連動画で出てきたんで見るようになったんですけども、私はね、この勝山さんに学ぶところが日々あるなと思って、もう大好きで見てるんですよね。それこそ最近、ほら、花屋龍馬さん、花屋龍馬さんと同じぐらいの時期から見出したんですよ。で、先日私、勝山さんに対するコメントを書かせていただいたのと同時に、この私のチャンネルでもね、勝山さんって方がいるんだよってことを2度ほど動画でアップしたと思うんですよ。その中で、老害って言葉に対して私はいつもね、老益っていう概念を自分の放送とか、それから自分の考えの中にはこういう概念を持ってるんですよね。というのが、年齢を重ねた方はそれだけでね、ものすごい、ことをやってきたということと、社会的に考えても、今ね、国民健康保険とかあるじゃないですか。それから、労働法とかありますよね。要するに働く人を守る法律っていうのが今当たり前のようにありますけども、あれ以前はなかったんですよね。で、私も幼い頃、自分の父親とか地域のお父さん方が勤めてる会社っていうのは安全管理が、本当ほとんどされてなかったんで、そういうところでね、重工業とかはされてたんで、本当現場でお亡くなりになってお見舞い金もないみたいなことが結構、そういうね、悲惨なことがあったんですよ。小学校のクラスメートも何人か亡くなってたりとかしてね。で、安全対策もないと。で、危険な目にあっても保証も十分じゃないっていうところをくぐり抜けた命がけで、雇用とそれから労使の関係ですね、労働者の環境を守るようなことを勝ち取っていらっしゃった。そして女性の職場もたくさん作ってくれた。もう他にも挙げればキリがないんですけども、そういった社会を作ってくださって、もちろんね、ここは困ったなってところも問題が残されてる部分もありますけども、トータルで考えて私たちがこうやってね、きれい事とか御託を並べられるの、それから前の世代とか新しい世代とかをね、とにかくこう言いたい放題、言ってみればバカにできるのも、平和な世の中とかね、安定した環境を与えてくださった部分があるからだと思うんですよ。で、食うも困るような日々だったら、果たしてどうですかね。本当にそういう意味では前の世代何やってたんだよってことになってもしょうがないと思いますけども、どうですかね、今十分私たち前の世代の方がやってくださったことの上に乗っかってね、その乗っかっていい気になってる部分とかね、もしかしたらあるかもしれないと。で、私たちが今までこうやって暮らしの中で享受したものって、私たちが作ったものではないものが結構あるんですよ。もちろんね、私たちが起こした問題ではないことも前の世代から私たちに引き継がれてますけども、それを追ってあまりあるぐらいの益をね、利益を得てるんではないかなと思うんですよ。今皆さんがお住まいのところから沖縄とか北海道かね、東京とか行くのにどうですかね、そんなに難しいですかね。交通一つ取っても結構簡単に行けると思うんですよね。で、飛行機はパスポートも簡単に取れるし、海外にもさっと行けますしね。それからインターネットとか電話とかファックスとか自由に使えるのも、やっぱり平和っていうものと高度経済成長が成功して電気水道ガスってものが行き渡ってたからこそ、その上にテクノロジーが乗っかっていられるってことだと思うんですよ。それから私たちは国の元首を、公然とですね、バカにされても逮捕もされないと、交流もされないというね、言論の自由を担保していただいてます。これがですね、以前はそうではなかったわけなんですよ。それから226事件みたいなね、クーデターみたいなのもあったわけですよ。私たちは今そこまでの危険にさらされてないばかりか、建前だけかもしれませんけども、国は総力を挙げて一個人を守ってくれるというふうな憲法の保障まであるわけですよね。以前はこういうのなかった。あっても、それこそね、例えば、私もね、恥ずかしながら取り調べを受けたことがあるんですけども、今取り調べは昔ほどひどくないです。昔のことは私体験してませんけども、例えばね、電灯を顔に押し当てて「オラ!」みたいなことはないですしね、水をバーンと顔にかけられて証言を迫られたりとか恫喝されたりってことはありません。やっぱりね、目の前に取り調べの刑事さんが、やっぱり人の事情を細かく聞いたりとかね、きちんと弁護士さんを接見させてくれたりとか、一定の人権は守られてる部分があると思います。
まあ、そういうことを考えても前の世代の方っていうのはね、本当に地ならしをかなりしてくれたなと思うんですよ。それをまとめて私は労役と呼んでるんですね。多くの方は労害と簡単に言いますけども、果たしてそうなんでしょうか。私たちはそんなにね、人のことを、前の世代のことを害呼ばわりできるほど大した人間なのかなと思ったら、むしろ私たちの方がね、活力のない社会を作ってしまってるんじゃないかなと思うんですよ。さあ、私たち20代30代40代ね、金の卵と呼ばれてるかな。呼ばれてないですよね、でもなんかニートとか引きこもりとかね、呼ばれちゃってるわけですよ。そういうふうにどうなんでしょうか。社会に期待されているんでしょうか、期待されていないんでしょうか、そして自分で、未来を作ることを諦めてしまってるんじゃないかなと。私たちのやっぱり本舞台ってのはいつも未来にあると思うんですよね。もちろん今日も大事なんですけども、私たちは今生きてまして、次の瞬間も生きる権利があるわけですよ。次の瞬間も生きる権利があるということは、今日よりはもっとマシな明日にしていきたいと思いますし、それこそ税制とか法律の面とか外交とかいろんな問題ありますけども、それを跳ねのけてね、素晴らしい未来を作っていけると思うんですよ。少なくとも毎晩のように空襲警報が発令するようなところでは何の希望も持てなかったと思います、ね、それから今日も明日も町から1人2人と働き盛りの男性が兵隊に二等兵として取られていく、そんなことがあったら何の希望を持てるかな、ね、私たちはそんなことはないわけですよね。誰も戦争に取られないと、で誰もがですね、希望すればどんな職業にでも就くことができる、そして声を上げていくことができると。何一つ諦める必要はないのに自分で諦めてるんですよね。誰かに諦めろって言われてないのに自分で諦めてるんですよ。非常にもったいないなと思うと、もしかしたらね、老害老害っていうその指さす残りの3本の指は自分を向いてるんじゃないかなと、まあ老害っていう言葉すらね、私たちはあまり使いたくないんですけども、その、まあ、若者が害になるとまでは言いませんけどもね、その人の足を引っ張ったりとか先人をまあ小バカにして、じゃあ社会が進むのかって話なんですよ、やっぱりね、私たちは学び合うこともできるし励まし合うこともできると思うんですよね。で YouTube っていうのは確かにそれができると思うんですよ。学び合い励まし合うことが、ね、例えばお料理のレシピでも動画を見たら分かりやすいじゃないですか。わざわざね、例えばオムライスを作るときに動画を開いたら、オムライスなんて作るのバカじゃねえのみたいな動画出てこないと思うんですよ。オムライスはこうやって作りますよとかやってると思うんですよ。これまさに人の役に立ちたいと思って、誰に頼まれたわけでもないのに YouTube の中に動画を自分の労力をかけて上げてくださる方がいるんですよね。要するにお互い様になれば、お互い様になればって方がいるんですよ。でも反面 YouTube で人をバカにしたりとかね、 YouTube で人の気概を削いだりとかね、とにかく足を引っ張ってやった論破したぜっていうのを喜ぶ人とか、誰かが誰か論破するのをね喜んだりとかね、まさにね、これは害なんではないかなと思うんですよ。そういうのがなければ、そういう邪魔がなければ、私たちはもっとすがすがしい世の中に生きていくことができる、未来に希望を持つことができる、自分が発言する、自分が行動するのを誰もバカにしない、誰も邪魔にしないと思ったら精一杯ね発信できると思うんですよ。でインターネットを使って発信するともうね、わざわざアンチな方が湧いてくるんで、発信するの嫌だとかね、人前に出るの嫌だとかなっちゃうんですけども、そういうことでどのぐらいの若者の可能性が潰されてきたのかってことを考えるとね、お互いにお互いの長所をこうそぎ合ってるというね、世の中が見えてくるんですよね。そうではなくって、やっぱり私たちはお互いに許し合ってね、お互いに高め合っていけるのかなと思うんですよ。まあこんなね、きれい事を考えて私は生きておりますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。で最後にね、笠山さん、本当に今回私の労役なんてね言葉をね、私が勝手に作った言葉なんですけども、受け止めていただいてありがとうございました。これからも私はね、きれい事を恐れずにそのままに生きていこうと思います。労役万歳でありがとうございました。それでは失礼します。